こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は伊豆箱根鉄道駿府線の大人駅を見に行きます。よろしくお願いします。それではね、早速駅の周りをね見ていくことにしましょう。で、こちらなんですけども、ロータリーがね整備されていますが、なかなかこう広い感じでね、なんか田舎の駅だなというような感じですよね。でバス停もまああるんですけども、これは路線バスとかじゃないのかな。なんかこう温泉に行くためのバスという感じですね。まあ本数も極端に少ないような感じにはなっていますね。まあこうずっとこう撮影してるとね、車の出入りが結構あるような感じで、まあ列車の到着に合わせて、送り迎えをしているような感じなのかなというふうに思いました。でこちらの駐車場ね、立派なものが整備されてますけども、あの辺はね以前、貨物のホームがあったところということらしいですね。でこのロータリーの真ん中なんですけど、よく見ると足湯と書いてあるんですが、どうもこの時はですね全然溜まってもなくて使える様子もなくて、あらら残念だなというような感じだったんですね。ちょっとこうあったかいんかなと思ってもね、全然あったかくなくて、まあこの時はね、足は利用できませんという、残念な感じでした。それではね、駅舎の方を見ていくことにしましょう。でこちらの大人駅なんですけども、この駿府線の長らく終着駅だった場所らしいんですね。できたのはこちらは1899年、明治32年ということなんですけども、一つ先の修善寺駅、現在の終点がですね、大正13年1924年にできた駅ということなので、まあざっくり20年ちょいぐらい終着駅だったというところらしいんですね。でまあ現在でも2面2線の大きなホームがありますし、貨物駅もあったような、結構大きなね駅だったようです。でホーム一応2面あるんですけども、この改札入ったところのホームはね、まあ、現在は使われていないという感じで、まあ、構内踏切を利用してね渡った島式ホームの方のみがね現在で使われているということらしいです。まあ、猫は可愛いということですね。さあそれではね、ホームを渡って、見ていくことにしましょう。それではね、島式ホームの方を見ていくことにしましょう。このホーム登ってくるところの階段ね、なかなか幅が広くていい感じですよね。ホームもとてもいい感じ、広いですよね。昔はお客さんかなり多かったんでしょうか。天井もね、明かりが少し入るようになっているような感じです。で、現在のね、1日の平均乗車人員は2020年で868人ということになっておりまして、まあなかなかね、寂しい感じにはなっていますね。で、改札駅舎がある側のこちらのホームは、最初も言いましたけども、貨物の取り扱いがあった時に、貨物ホーム、貨物の施設があった場所となっております。もう少しね、この上屋の方を見てみると、古いレールがね、かなり使われているような
感じですよね。いつのものなのかなとね、いろいろこう文字を見てたんですけども、ちょっとこの屋根の方をずっとアップすると1880何年とかいうのが見えるのかなと、まあ、かなり古いものがね、今でも使われているようですね。さあ、それではね、今回の動画は伊豆箱根鉄道寸津線のね、大人駅を見に行きました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。